今回は2022年デュエリストカップにおいて世界ランキング1位を記録した名実とともにこのマスターデュエルにおいて一番強いデッキとね、世に知れ渡った無敵の構築を今回ご紹介していきたいなと思うんですが、まあ、先日ね、デュエリストカップというものがね、開催されてですね、その中で世界ランキング1位、最終 DP の方が、61,393 というね、とんでもない、まあ、勝率をね、叩き出して、まあ、獲得した DP になるんですけども、まあ、その方がですね、中国人の方だと思うんですけど、まあ、凶暴さんというね、ちょっと名前が合ってるかわからないんですが、という方がね、考案した構築なんですが、まあ、その世界ランキング1位にね、入ったっていうのもすごいんですけど、中でもすごいのが、デッキ構築なんよ。このデッキの構築が異次元なんよね。で、さらにもっと追求すると、で、今回ね、その、まあ、アダマシアと、ルーンっていうテーマと、それからフアンドエリーズっていうテーマのこの3強ね、が、まあ、結構関係で強いと言われてたんですが、このアダマシアで世界ランキング1位なんよ。これどういうことかわかりますか？このまあ過酷な環境において、アダマシアで1位を取ったんよ。だから、今もしね、まあ今回そのね、デュエリストカップの後にまあ、規制が入るかわからないんですが、もし規制が入らなかったら、名実ともに一番強い構築だよね。だからまあ今回はですね、このデッキをね、徹底的にね、まあ解説しながらプレイしていきたいなと思います。はい。まあ、本当に1位ね、取った、凶暴さんかな。おめでとうございます。本当に。いや、もう1位はやばい、本当にね。いやー本当にねすごい構築なので今日は本当にねちょっと全力で私どもね、私どもですね、解説の方をねさせていただきたいなと思います。さあまずは奇跡の先行によって、まあこのね、リバイバルゴーレムをね落としていくんですけども、まあデュエリストカップで私も結構ねアダマシアも何百戦ってやったので結構詳しいんですけど、まずリバイバルゴーレムを落とすことによって、リバイバルゴーレムがデッキから落とされると特殊召喚できるんよ。でこのまあアダマシアっていうデッキはレベル4のモンスターを集めて見かけ獅子につなげますよという動きが強いんですけども、まあ、皆さんもね、まあ、今回初心者の方にも分かりやすくアダマシアをね、解説していきたいなと思うんですが、この見かけ獅子っていうのがレベル4モンスターを2体でエクシーズするんですよ。だからレベル4モンスターにいかに並べることができるのかってすごい重要なんですよね。で、その中でこの奇跡の先行でリバイバルゴーレムをデッキから落として4を供給する。これすごい強いんですよ。で、まあ、動いていくんですが、で、プランキッズね、なんでその、アダマシアの構築に、なんでプランキッズ入れてるのかなーって思う方がいると思うじゃないですか。まあ、これ分かりやすく簡単に言うと、プランキッズをね、まあ、あることに展開が伸びるんですよ。まあ、簡単に分かりやすく言うと、リンク2のカードプラスレベル4を供給できて、ハンドを入れ替えることができます。まずこのプランキッズロックっていうのが、まあ、素材になって墓地を置かれるとですね、自分の手札を1枚除外してね、自分の手札1枚ドローできるの。つまりその、自分のその初動5枚の手札の時に、手札が事故ってましたよと。な、同じカードばっか被ってましたよとか、事故ってた時に、このカードの展開によってね、プランキッズミューを展開することによって、このね、素材になった効果によって1枚除外しながら1枚ドローできるから、まあ、例えばその鉄獣のフェリジットとか、それからま、ヒーローのね、なんかリキッドマンやったかな、そんな感じのモンスターで、手札をま、入れ替えることができるんですよ。これかなり強いですよね。まあ、サンダードラゴンの大潮流みたいな感じですよ。ね。で、まあ、こう、イランカード除外しながら、ドキドキ拾っていくと。で、まあ、これリンクに繋げていくんですが、まあ、プランキッズの強みっていうのはもう一つあるんですよね。で、これま、最終展開が、このドゥードゥルプラス、レベル4を供給するという形になるんですが、これ、リンク2のね、ドゥードゥルプラス、レベル4が揃ったじゃない。だから、レベル4の供給プラスリンク2。で、リンク2にすることによって、まあ、アポルウーサまで繋ぎやすくなるっていうのが利点として、まあ、あるんですけども、まあ、これが非常にね、強いんですよね。で、さらに繋げていくんですけども、まあ、これね、プランキッズの、まあ、もう一つやな、もう一つ、これ簡単にちょっと、初心者の方にもわかりやすくね、簡単に言うと、このドラガイトっていうカードがですね、自分のうちに水属性モンスターが存在すると、相手がマジックトラップを発動するを無効にするってね、発動無効の効果を持ってるんですよ。でも、アダマシアって、まあ、地属性のデッキなんですよ。だから普通やと、その墓地に水属性を貯めることなんでできないんですよ。でも、プランキッズのムーブをすることによって、このドロップっていうカードをね、墓地に落とせるので、このね、ドラガイトを最終盤目に付けた時に、魔法トラップ無効の発動無効をね、繋げることができるんですよ。だからプランキッズって何が強いかって、リンク2の供給プラスレベル4の供給、そしてドラガイトの素材にもな、ドラガイトの効果の適用にはね、準することができるんですよ。ここまで聞いてね、もう本当に最強カード、みんな入れてる理由はね、まあ、なんとなく分かればいいです。なんとなくね。なんとなく分かればいいです。はい。
で、まあ、アダマシアね、リサーチャー。これ有名やね。アダマシアリサーチャーが一番、まあ、出しやすいカードなんですが、岩石族がいることによって、手札から無条件特殊召喚して、で、まあ、共通効果にね、デッキの上から5枚めくって、レベル4以下のね、中南以外の岩石族モンスターを特殊召喚しますよって書いてるんですが、まあ、難しいことは考えなくていい。アダマシアのこの関連の、まあ、3姉妹いるんですけども、赤と白と青のね、色の違いの、まあ、アダマシアたちがいるんですが、そのアダマシアたちとギガンティスっていうね、特殊召喚がまあちょっと条件が難しいカードがいるんですけど、そのカード以外が当たりと思えばです。わかりやすく言うとね、まあ基本的にはなんかそれ以外が当たりって感じです。あとブロックドラゴンも外れか。まあ岩石をめくっていくんですが、確かここ当たらへんかったかな。当たらなかったと。まあガチャが当たらない時もあります。さあレベル4を2体エクシーズしながら御影獅子を展開していくと。でまあアダマシエで重要になるのはこの御影獅子に誘発を受けない。エフェクトベーラー無限包容、ウララも効くから、こういうまあ御影獅子にねウララ打てないようにまあ立ち回っていくっていうのは今日プレイになるんですけど、大体ねその遊戯をやってると相手が何の誘発を持ってるのかって分かってくるんよ。で今回プレイしている中で相手の方ね誘発、まあウララも何もないってね、何も光ってなかったのでないってのは確定してるから、御影獅子ね、このままいっちゃいます。さあここで御影獅子持ってくるのがブロックドラゴンなんですよ。で、このブロックドラゴンっていうカードが墓地のね、地属性モンスターを除外すると特殊召喚できますよ、と。で、ここはまあ自分のポイントなんですが、ドゥードゥルリンク2と、それからいらないエクシーズカード。これもシンクロも繋げられないんですよ。だから、御影獅子って結構美味しいんですよね。まあエクシーズ使ったらエクシーズポイント1プラス、で、この御影獅子の1じゃないですか。だからこれ素材にするとね、墓地に今岩石2枚頼まるっても面白いな。エクシーズ素材が結構気持ちいいんですけど、リンク2プラス、ブロックドラゴンプラス御影獅子、この3枚を合成することによってアポルーサを立てることができるんやけども、アポルーサを立てることによってモンスター無効ができるようになるんよ。つまり相手のね、まあ、ニビルとかエフェクトベーラーとか、それからまあウララとかをね適用させずに、で一応ブロックドラゴンがねデッキのサーチになるからウララが一応ね効くんよ。だから、そのブロドラにねウララを打ってくる人向けにちゃんとアポルーサを立てますよって、これも強いんですよね。だから、御影獅子でブロックドラゴン出して、ブロックドラゴンと御影獅子とプランキッズで4を立てる。まあ、これがね、個人的には結構自分ね、アダマシアで好きな動きですね。で、まあ、アダマシアシーカー、ギガンテス、それからリサーチャーを加えますよ、と。で、ギガンテスをね、特殊召喚する。まあ、ギガンテスは有名な効果ね、地属性を除外すると特殊召喚できますよ、と。で、この青がですね、アダマシアがいると特殊召喚できるよね。あ、こっちは岩石では特殊召喚できないので、ちょっと条件が難しくなって、シーカーの方はアダマシアがいる場合に特殊召喚できますよ、と。で、まあ、いろんなポイントがアダマシアになるんですけど、このチューナーカード。で、一応このアダマシアのね、共通カードは全部チューナーカードなんよ。で、このチューナーっていうのがシンクロに繋がるから、このチューナーをね、うまく残すことを考える。アダマシアを使う意味で、そのチューナーカードをいかに残すことができるのか、これがすごいアダマシアにとってめちゃくちゃ重要なプレイになってくるんですよね。さあ、ここでラプタイトを作りますよ、と。さあ、ラプタイトの効果。で、ここなんですよ、ここ。もう、あのね、もうアダマシア使ってるのが、その60枚、アダマシアで、その、なんやろ、この、ね、ゼノギダムっていうカードって、なんかね、その初心者とか、あんまりこう岩石のテーマ詳しくない人って、弱すぎだろって面白いな。これ一番強いです。はい、これ冗談抜きで、ゼノギダムは3枚必須っていうくらいめちゃくちゃ強くて、ゼノギダムって、その墓地に送られるとね、墓地のカードを回収しながら、その手札の中1枚デッキトップに戻すっていう効果あるんですけど、これまあ、格変ガチャってよく言われるんよ。墓地のアダマシア リサーチャーを回収しながら、で、この手札のね、リサーチャーをデッキのトップにするんですけど、このデッキの一番上に置くという作業が、ガチャを確立させるんよね。で、ラプタイドに関しては、これ、チューナーもね、含まれるんよ。下級モンスターチューナー呼べへんねんけど、ラプタイトはレベル、岩石族やったら何でも出せるということで、このガードニビルも出すことができるよね。ニビルだろうが何でも出せるんですよ。だから、ここでガチャをトップさせることによって、まあ、この一番上がね、リサーチャー見ましたよね。リサーチャーが、見えたと。で、これでレベル4、リサーチャーを出すことができるんですよね。で、このね、リサーチャーを出すっていうのは強くて、これチューナーがまた増えてるやん。だからレベル6プラスとレベル2のね、チューナーが増えて、またこれ展開伸びてるわけないよ。この辺はちょっと難しいですね。
で、まあ、ドラガイド展開しますよと。もちろん水属性はさっきのね、プランケツルートであるので、で、ブロックドラゴン起動しながら、で、ここないよなで、このブロックドラゴンが、その除外するときに、ゼノギナムって丸1の丸2の効果ってね、それぞれ単一制限と、それぞれ単一使えるので、これがマジで、このカードがフィールド墓地から除外された場合に、デッキから岩石属モンスター墓地へ送りますよと。これね、ブロックドラゴン送ることできるんよ。つまり、まあ、よく言われるのが、このギガンテスと、ゼノギナムが揃ってると強いって言われてて、まあこのね、ゼノギナムっていうのが攻撃力1000なんよ。だからこの、ゼノギナムはアルミナージね、1000以下のカードあるから、ゼノギナムを墓地に送って、で、ギガンテスの効果で墓地の地属性のね、ゼノギナムを除外することによってブロックドラゴンをデッキから落とすっていうね。まあちょっとわかりにくい方は何回も巻き戻してね、聞いてほしいなと思うんですけど、まあちょっとね、まあ結構その要所要所のポイントっていうのが頭しになって、まあ難しいと思うんですけども、まあできる限りわかりやすく解説ねしていきたいなと思うんですけど、まあ繰り返し見てもらえればいいかなと、思っております。まあとりあえずそのギガンテスとね、ゼノギナムが揃うと、まあブロックドラゴン落とせますよっていうのがあるんですよ。だから見かけ獅子がまあもし無効にされてもギガンテスルートの落とし方っていうのも一応あったりするので、まあこういうね、細かいプレイすごい重要なんですよね。で、まぁ、今回は、リバイバルゴーレムもね、使っちゃってるので、ブロックダラゴン、2枚目のブロックダラゴンをね、落としておきますと。さあ、ここでまぁ、シンクロ召喚して、8と2のバロネスを展開しながら、さらにね、泣神さんの効果によって、で、これね、世界1位ランカーの構築には、この泣神の石像入ってる。これね、自分入ってなかったんやけど、いやー、やっぱ世界ランキング1位の構築ってやっぱすごいなと思って、中南一体除外してこのカード手札から特殊召喚できますよと。で、おそらく、多分なんやけど、この構築って、アークデクレアラっていうカード入ってるんよ。で、アークデクレアラがレベル4で、中南と中南以外のシンクロモンスターやから、ドキドキプラス、なんかその中南のね、下級のアダマシアプラス、この泣神でまあ、デクレアラ展開とか、デクレアラー入ってもやっぱな、すごいデッキの構築力がとにかくすごいよ。で、ここでまあマスカレーナを作りますよと。で、ブロックドラゴンを3枚除外して立てますよと。まあこれでも最強盤面やね。ウーサの3妨害。ドラガイと4、5、6、6妨害あるって感じだね。まあこれもっと展開で普通繋がるんですけども、まあ、照英もあるということでね。まあ、照英もね、一応その、除外された時の効果ってあるじゃないですか。これブロックドラゴンと相性良くて、ブロックドラゴン使うことによって、ね、相手のカードね、除外できたりするんですよ。まあこの辺の、まあ細かいテクニックとかね、すごいあって、まあやっぱアダマシア面白いなってすごい思うんですけどね。で、まあ対戦者の方はたまらずリタイアというところで、まあ2戦目に関してはですね、高校やったかな。高校の立ち回りをね、今回解説2戦目ね、していきたいなと思います。さあ、2戦目ね、やっていきたいなと思うんですが、対戦対戦相手の方がね、ヒーローの構築ということで、いきなりステーキ、フュージョンデスティニー、ディーヒーロー、デストルフェニックスガイというね、ケムクジャらしいマスクメロンみたいなプレイングしてきたんですが、ディアボリックガイからシャドウミスト。で、ここで出てくるのがクロスガイやね。で、このまあクロスガイとかよね、X デーに関しては、まぁ、X メンですね。X メンのジジイは消えてもらって、無限包容を打ちたくなるというシーンはここはね、しっかり抑えていきましょう。まぁ、無限包容はね、基本的にはまぁ、エアーマンとかに言った方がいいと思うので、まぁ、このクロスガイは止めてもしゃあないので、ここはまぁ、見過ごしますと。で、まあ、まあもちろんエアーマン加えますよね。で、エアーマン加えながら、ディナイアルガイの効果によって、ディアブリックガイを上にしながら、クロスガイの効果によって、ディナイアルを墓地に送り、ブルーディを加えていくと。で、ディアブリックガイを除外しながら、ディアブリックガイを出しながら、セッティングしながら、ディナイアルガイを特殊召喚。で、まあ3枚見えたので、ここでブルーディを展開してしまう。守備表示で出していくと、なかなか強気なプレイングしてくるね。まあね、守備表示で展開していくと。まあ、ブルーディーはね、相手だけまあ、モンスター効果を使うことができませんよっていうね、カードなんですけど、さあ、こっからね、この盤面を返していこうとなった時に、まあ、アダマシアの後手、後攻で考えることって、タックルセーダーなんよ。そう。タックルセイダーをどう活かすのかっていうのがプレイに磨きがかかる。もうこれ本当にアダマシアめちゃくちゃ回してきたから、本当に詳しく解説できるんやけど、じゃあまずはね、ブルーディー止めないと話にならんから、無限包容をブルーディーに打ちましょうか。さあこれで自分モンスターの効果使えるようになるので、なんか自由できたね。自由できたね。小賢しいね。小賢しいな。小賢しいことすんなよ。小賢しすぎるだろ。小賢しいカード打つなよ。で、まあ、ここでね、奇跡の閃光を打つんです。さっきリバイバルゴールも落としたじゃないですか。でも、リバイバル、まあ、基本的に奇跡の閃光で何を落とせばいいのって感じると、読みでもないですけども、
タックルセイダーかリバイバルゴーレム2択なんよ。だからこの盤面で、リバイバルゴーレム落としてもあんまり展開してもね、やっぱデストロイフェニックス街があるから何もできひんのよね。だから初動狩りされちゃうから、まずデストロイを邪魔したいから、タックルセイダーでフィールドの表側表示モンスター裏側装備表示にするか、それからフィールドのね、表側表示のトラップか魔法を戻すと。基本的にこのね、二つ目の効果も表側のカードしかバウンスできませんよ。しかも破壊じゃなくて手札に戻すんよ。だからルーンに対しても結構強いよなこれ。バウンスするんよね。ただ表側しかできない。バウンスするのも強いし、で、裏側にすることによってデストロイを裏側にしてしまえば効果使えないから、非常にこれが強いよ。しかも墓地から発動する効果がなかなかいやらしいよな。さあ、タックルセイダーの効果が発動し、墓野の指名者を撃たれてしまうと。まあ、これ墓野を吐かしたと考えればかなりね、いいプレイなんじゃないですか。ただ、タックルを何だか生かすのがすごいポイント。さあ、無効にされましたよーと。さあ、芝刈りを打っていきますよーと。さあ、芝刈りでいっぱい刈られますよーと。で、リバイバルゴーレムの効果が発動する。ゼノギダムの効果発動します。かなりいいね。で、まずはゼノギダムの効果によって、墓地からね、アダマシア、アナライザーを回収しながら、ゼノギダムを戻していきますよーと。さあ、リバイバルを直処化しながら、3枚除外してブロックドラゴン。いいね。で、ゼノギナムが除外された。これさっきの復習やね。ゼノギナムが除外されると、墓地にね、岩石族モンスターを墓地に送るんですが、ここに来るのは皆さんわかりますか？タックルセイダー。いいですか？タックルセイダー。なんかエフェクトベーラー打ってきたね。なんか、でも混乱してるな。あまりにも強すぎて。いや、アダマシはほんまずるいデッキやからな、ほんまに。まあ、世界ランキング1位に飛ぶもなんか、ね、当たり前やって感じなん、当たり前とかね、この、世界ランキング1位取るほどのやっぱ火力が出てね、当然というかね、やっぱそれだけのやっぱ1位取るからこその強みを感じるというデッキなんですけど、さあ、ここでタックルセイダーを発動しながらね、デストロフェニックス側をやるんですけど、これさっき墓野の指名者でタックルセイダー除外されてるんよ。つまり、タックルこれ無効にされてるんですが、あえて血迷ってデストロフェニックス側に起動してしまうと。まあやっぱいかにもね、強気なプレイって重要やね。これ破壊されてしまうと。ただ、ブロックドラゴンが破壊されたことによるブロックドラゴンの効果発動。さあ、ブロックドラゴンの効果が発動したということは、さらにね、サプライヤーの効果発動するんですが、サプライヤーも結構面白くてね、自分フィールド表側表示の岩石族モンスターが墓地に送られると、このカード手札を特殊召喚すると。で、手札が特殊召喚すると、小分けメルカードをね、自分の手札に加えることができるという、まあ非常に恐ろしい能力を持ってるんですが、まあこのカードの強みもね、結構重要で、まあなんで3枚入ってるかっていうと、レベル4の供給になるんよ。で、手札から無料でできながら、まあ見かけ獅子につなげることができるんよね。非常にこのサプライヤーもすごい優秀なカードやな。まあ、いろんなこのムーブっていうかね、展開を利用すると、簡単に見かけ獅子ね、裏ルートで行けたりするんよ。まあ、非常にアダマシアって結構な、いろんなとこからレベル4持ってきたり、まあ、細かいテクニックがいろいろあるから、すごい面白いよね。飽きない、このデッキ、マジで。で、サプライヤーの効果でガーディアン回収しながら、さあ、ここまで来れば、アダマシア、アイリサーチャー展開して、5枚めくりながら、もういつもの流れはね、5枚めくりながら、展開していますよ、と。で、まあ、ガーディアンね、2枚目展開しますよ、と。さあ、2枚を、リンク召喚で、アウスを展開しますよ、と。で、アウスを展開しながら、増殖する G を奪いながら、もう何やっても勝ちやね。ここまでこれはもう、皆さん好きなようにしてって感じなんですが、まあ、アトルーサを立てますよ、と。まあ、別にここはもうバラネスやの、なんでもね、いいかなと思います。シーカを立てますよ、と。シーカの効果を発動しますと。まあ、あとはもう、まあ、好きに勝手にね、やってくれって感じで、多分、まあ、何やっても勝ちですね、ここまでこれは。ゼノギダムを展開しながら、2枚を、シンクロ召喚、ラプタイトを展開すると、さあ、ラプタイトの効果を発動し、さらに5枚めくりながら、見ていきますよ、と。いや、やっぱね、これ、頭しやって本当にね、細かいテクニックがあるし、すごい面白いデッキだよね。さあ、レベル6とレベル2を合成しながら、ドラガイトを展開しますよ、と。ドラガイト展開すると。さあ、ここでね、リンク召喚でプランキッズミュウを展開しながら、ロックの効果によって1枚除外しながら行くんですが、ウララ打ってくると。ただ、ウララはもうアポロウーサの前では無力なので何もできないと。まあ、ここまで消してしまうとね、何もできない。まあ、ここからはですね、まあ、プランキッズの弱点、アダマシアの弱点をね、ちょっと最後話そうと思うんですが、まあ、先行のね、展開に対しての G がきついんよな。だからこの G 打たれた時にどう立ち回るかっていうかね、G 打たれるのほんまきついから、
とにかくその相手に G を打たせないようなプレーとか、まあ、G 打たれた時どうするのかっていうのを考えながら、とにかく動いていく必要性があると。あとは誘発をね、そのもらうんですけど、うららとかね、それから無限包容とかデイラ、これを見かけ獅子に打たれるように、打たれないようにする方に立ち向かうとか、結構いろんなね、細かいプレーがあるんですけども、まあ、デュエルスタカップね、自分も走ってアダマシア使ってたんですけども、まあ、やっぱ一番きつかったのは G でしたね。誘発で止められるのは結構自分でカバーできない。G だけはどうしようもないから、まあ増殖する G が一番きつかったなっていう感じはするんですけども、でも世界ランカー1位の人がねアダマシアで、まあ、世界ランキング1位取ったわけですから、まあブロックドラゴン規制されそうやけどな。まあ規制されなかった場合はアダマシア次回もね派遣取りそうな感じはするので、まあ参考にねしてもらえればいいかなと思うんですけども、多分ブロックドラゴンは今回のまあデュエリストカップの結果的にまあ行くんじゃないでしょうかね。まあわからないですけども、まあここね、アポロス消えてしまったから、リンク3とねリンク1で、アクセスコード等を書きますよと。まあブロックドラゴンはそろそろ行きそうやな。でもなんかまだパワーカードやしね、もうこれ無限に出てくるのキモすぎるもんな。まあ芝刈りとブロックドラゴンがまあこれアダマシアの命運をね決めていると言って過言ではないですね。はい、ということで最後は解説動画の方ね、パリンパリン言いすぎやろ最後解説の動画の方ねさせていただきたいなと、解説ねしていきたいなと思います。はい、はい、ということで今回はデュエリストカップで世界ランキング1位を記録した宇宙最強の構築明治図とともに、この今の環境を全体総括した時に一番強いデッキ、間違いないですよね。一番強いデッキ、もう絶対これを超えることはできないから、一番強いデッキをね今回ね、解説の方をさせていただいたので、まあデッキの紹介をねパラパラっとして終わりたいなと思うんですけども、まずはね世界ランキング1位を取ったね、凶暴さんかな、ちょっと名前合ってる方は、ちょ間違ってるかもしれないんですけども、1位を取った方ね本当におめでとうございますということで、まあデッキの解説ね、パラパラとしていきたいなと思うんですけども、まあドロールが入ってるっていうのが一つ面白いですね。まあ自分もね、そのやっぱドロールね、すごいこう、不安とルーに対して強いから入れようと思ってないけど、G を抜いたりしてたよな。このドロールが入ってるっていうのがやっぱいいな。やっぱ1位取るからにやっぱこういうね、起点の効いたデッキ構築の仕方はすごい今が参考になるな。あとはパルスが採用されてるっていう点で、まあ結構アダマシアの構築ってね、ドロップと、まあロック3枚ドロップは見るんやけど、パルスが採用されて珍しい。ですよね。まあ、パルスが採用されてる理由はちょっとね、多分ウララとパルスとかを使って4つなげる、まあ、アークデキレアラーのまあ動きとか考えてんのかな。まあパルスをまあ採用することによってね、風属性のこの、まあ、ラプダイトをうまく活かしたりできるからね、まあ、いろんなまあシナジー効果あるんですけど、パルス入れてるっていうのがまあ結構面白いですよね。それからまあ泣き神の石像も入っていて、チューナー除外するとレベル2をねこのカード出せるということで、まあこれも下級のまあアダマシアのカードプラスこのカードで、まあシンクロ召喚アークデクレアルを展開するまあルートに繋げていることが多分わかります。で、まああとはですね、まあ基本的にはまあ一緒なんですけども、コアキメルガーディアンか。このコアキメルガーディアン2枚っていうの面白いな。自分3枚入れてたんやけども、まあガーディアン2枚ということで、まあガーディアンは結構ね、その初動が結構自分の先行強いと思うんで、ガーディアン置きながらこのアダマシアリサーチャーを見たら勝ちなんよだから先行こいつの素出しが結構強いなと思ってたんやけども、まあやっぱりそのいろんな択をね見据えるということですごい面白いね。いや参考になるな。でもリバイバルゴーレマ1枚でタックルセイダー2枚でゼロギドム3枚で、ここは自分の構築とあんま変わってないな。いやこれここのルートは間違ってなかったんやなっていうなんか安心感があるな。ゼロギドム3枚でタックリバイバル重なったら弱いかな。でタックルは2枚欲しいんよ。いやこれ非常に綺麗な構築やな。でサプライヤー3枚だからね、やっぱ世界ランキング1の構築ってちゃんとこう理由と照らし合わせると納得できるんよな。ちゃんと、納得ができる。本当にすごいなこれ。ブロックドラゴン3枚で、ニビルが1枚で、マイスト1枚でまあゴードンやな。で最終的にね、そのアダマシアで結構流行ってたのがゴードンなんやけど、ゴードン3、まあゴードンをね入れるっていうのは結構今期のまあ驚きやったな。60枚でゴードン入れるって多分今回初じゃない。なんやろ、その、シャドールにも入らんやん。で、60枚の構築にゴードンって、なんか入らんかったよな。でも、これ入ってんの強いな。アダマシアって別にそのね、なんかその、除外されて困るカードとかあんまないから、どんどん除外してどんどん動いていく。かなり強かったな。まあ、今期のその MVP はゴードンやったんじゃないかな。その、芝刈りにゴードン入ってるっていうのがね、めちゃくちゃ強かったんよ、本当に。いや、これ今までの発想になかったな、本当に。ここ本当に強い。自分、個人的にはすごい
最後自分もね、ゴードン3枚入れてやってたんやけども、世界ランキングにしてもやっぱ入れてたっていうことで、まあ、2枚採用やね。これやっぱこれ入れてるか入れてないかが結構差が出たんじゃないかな。これ本当に強かったね。で、あとこれか。アダマシアサインっていうカードあったんやね。これも世界ランキング1位ならではの入ってるよね。自分の墓地の岩石族モンスターを守備表示で特殊召喚し、アダマシアを特殊召喚した場合、自分のデッキのレベル4以下のね、モンスターを一番上にすることができるということで、まあ、ガチャを確定させるというね、確定ガチャすることができるんよ。あー、すごい面白いな、本当に。面白い。や、これ1枚ピンで入ってるということで、いや、面白いな、すごい面白いな、これ本当に。で、まあ、賛成の際も入ってるということで、まあ、誘発環境やったからね、誘発に対しての受けを良くするって感じか。あー、奇跡の先行2枚か。これもね、3枚採用自分最初のしてたけど、やっぱ最終的に2枚になったけど、やっぱこれも世界ランキング1位と考え方変わらなかったな、自分も。で、まあ、しっかりスモールワードも3枚して、あとは誘発の雫と、まあ、無限砲1枚ピンずつということで、これはまあ、抹殺の指名者の、まあ、効力をまあ、強くさせるみたいな感じなんかな。まあ、綺麗な構築やな、でも。まあ納得いきます、本当に。うん。まあ世界ランキング1の構築やと本当にね、言われて本当に納得いく構築やな。まあエクストラも、まあアークデクレア入ってるということで、まあ非常に面白いね。まああとはあれやな、個人的にまあ気になるのは、まあアウスとそれからこのコーディネラルを2枚採用してる。1枚ずつちゃんと採用してるっていう点がすごいいいですね。うん。な、結構ね、その、コーディネラル入れるとアウスを抜くとか、アウスを抜くとコーディネラルを抜くとかあったんやけど、ちゃんと2枚採用してるの偉いな。で、あとはアークデクラーも採用して、まあ、泣き神との相性良くすると。まあ、クルヌギアスが入ってないっていうのが、まあ、ね、イグニスターを見てないっていうのはあるんですけど、まあ、でも最終的なこと考えてもな、うん、上位ってあんまイグニスターおらんかったから、まあ、そういうのを含めてなんかな。まあ、サロスが入ってないっていうのは結構勉強になるな。しかもサロス入ってないから、まあ、あれやろ、アストラムでも突破できないよ。まあ、アストラムか、サロスなんよ。この、まあ、イグニスターのあのね、アライバル突破するのは。あ、結構面白いね。ということで、まあ、いろいろまあ考えさせられるね、デュエリストカップでしたということで、まあ、今回世界ランキング1位のね、方のデッキを紹介させていただいたんですけども、まあ、アダマシアね、使っていたっていうこともあって、結構解説の方はね、結構ガチで、できたんじゃないかなと思います。まあ、初心者の方にも分かりやすいように解説させていただきました。参考になったと思った方はですね、チャンネル登録と高評価の方ね、よろしくお願いいたします。ということで。いやー、でもなんかアダマシア1位の方のデッキ見た瞬間に、まあ結構似通った部分はあったけども、非常にやっぱデッキ構築の部分は、さすがだなと思いましたね。本当に、すごい。すごいわ。ということで、まあ、今回ちょっと2000円やけど、結構長い動画になってると思うので、まあ、わからないとこは繰り返し見てもらえるなりね、見てもらえると、まあ、嬉しいなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、失礼いたします。